はい、皆さんこんにちは、マナティーです。今日の動画はですね、マナティー家の次女黒豆ちゃんのですね、可愛らしい日常をですね、短いフィルムで撮ってますので、それをつなぎ合わせて動画にしましたので、よかったらですね、ゆるい動画ですが見ていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。はい、まずはじめは、ちょっとマミちゃん寒いから、ちょっと寒いから、寒いって、寒いからね、寒いから。黒豆ちゃんはですね、仰向けになって寝るんですね。ブランケットの中で寝るのが好きなんですけれども、マナティがブランケットをかぶせると、ダメみたい。ちょっとなぜなぜしてあげるから、寒い寒い寒い、はいはい、ちょっとブランケットを手で開けちゃうんですね。かわいいです。はい、続いてはですね、もうママにべったりでですね、寄り添ってくるんですね。それでですね、お胸をなでなでしてほしいということでねだってくるんですけれども、やめるとですね、もう手で必死に、ほらほらほらもう必死になってやってやってというふうにおねだりしますね。かわいいですね。届いてないけど。はい、続いてはぐっすりいびきかいて寝てますね。上向きになって毎回こうやって寝ます。いびきもかきますよ。はい、続きましてはですね、なめなめ動画ですね。なんか物を食べてるか寝てるか遊んでるかの以外はですね、もうとにかくママのことをなめるのが大好きなんですね。もう止まりません。一日中ずっとなめてます。味噌もなめてますね。なんか味がするんでしょうか、美味しいんでしょうか。はい、ママのズボンの紐をカジカジ噛んでね、遊んでますね。小さい頃はおもちゃで遊んでたんですけれども、なんでなんで人の顔舐めてカッとかやめて、ちっちゃいね、ちっちゃいね、マミちゃん、マミちゃんはちっちゃいね、マミちゃんはちっちゃいね、はい、こんなちっちゃいです、はい、マミです、はい、タッチ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 、イエーイ、イエーイ。はい、もう、あ、これですね。胸を撫でてほしいときは必死になって手をね、出してきますね。これが気持ちよくてしょうがないですね。ああ、ほら、もう手を何度も出して、ああ、もうひっくり返っちゃいます。もうひっくり返って手出してますね。大好き、このカリカリが。はい、続きまして、ママにまた胸をカリカリやられて、やってほしいから手で必死にやってとおねだりしてますね。ああ、してくれた、気持ちいい、幸せって感じで、あ、ママ止めないで、ママの手ちょうだいって感じで。
くから窓開けたよ。ああ来たね。でかいでかい。また舐めるの。また舐めるの。みそは。みきゃん。ママ見てる。こっち画面見て。なんです。なんかふんみたいな。薬塗るか？かゆい？かゆいの？お薬塗る？マミちゃん。マミちゃん寝にしないの？さっきした？さっきした？凝ってますね、マメさん。ほぐしていきますね。頭もヘッドスパしますね。リンパ流しますね。やめちゃダメかいな。やめるなかいな。ダメ、体調アップだね。甘えん坊さんのマミさんです。おマミさん甘えん坊さんでまたママの膝来ました。マミちゃんこっち向いて、こっち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 、ママの方向いて。何横向いてるの？そう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 。何横目ちょっと見た。おマミちゃん毛並みがいいですね。ツルツルですね。すごいサラサラよ。おまめちゃん。めっちゃサラサラ。食べてるもんがいいのかね、やっぱり。いいんだわ。眠たいか、おまめちゃん。登ってきた。あ、その紐カミカミするんじゃないの？紐紐。あんたあったかいね、お腹。ママのお腹にひっついて。あったかいね。みーちゃんも来たの？土曜日昼下がり二人して寝てたね。二人とも寝てたね。ママはウーバーイーツ。はい、これはですね、あ、コテン。もうママの手でですね、お胸をなぜてほしいですね。甘えてますね。カリカリされると気持ちいいですね。持ってやって持ってやってって言ってますね。もう大好きなんですね、これが。至福のひととき。はい、続きましてはもう気持ちいいですね。胸をなぞられてます。ちょっと長い動画になるんですけれども、もうやってほしいときはですね、もう30分でももうずっとやってっていう感じで撫でられてますね。いつもママ大変です。もう小さい頃からですね、お腹撫でられるのが好きで、やめたらやめないでって言いますね。もうママの手があるとすぐにひっくり返ってですね、お腹撫でてっていう風に言いますね。
私以外にもですね、例えば実家帰った時にもですね、私のお母さんにばあばになぜてってもうすぐひっくり返ってもう天国にいるかのように眠たそうな顔して気持ちよそうにしてますね。いつももう小さい頃から変わってないですね。これはワンちゃんの習性でしょうか。でも可愛いんですね。これが愛嬌がありますよね。黒豆ちゃんは10歳で 1.1キロ。こんな小さいチワワは見たことありません。もう赤ちゃんサイズです。パピーちゃんです。あ、やめたら。あ、今日はおねだりしないですね。もうたっぷりやられてるから満足しちゃってるかもしれないですね。ずっとやられてますけど、ちょっとまだ目がとろんとしてるけど寝ないですね。このまま寝ちゃうこともよくあるんですけれども、黒豆ちゃんはスムースコートチワワです。毛が短いチワワになります。ブラックタンですね。色はタンは眉毛っていう意味ですね。眉毛が茶色くなってます。もう10歳ですのでだいぶ白髪が増えてきてタンも白くなってきちゃいましたね。昔はもっと顔全体が黒かったんですけれども、ワンちゃんも毛の色が変わってくるんですね。味噌が家に来た2ヶ月後に黒豆ちゃんは我が家に来ました。5月でしたね。ゴールデンウィークの最初の日。すぐ名古屋ドームのイオンにですね、迎えに来ましたね。 560g しかありませんでした。その頃から小さかったです。ちゃんとご飯とかも食べたんですけれども、すごく健康でですね、すぐにお迎え行けましたね。ああもう気持ちよしそうに眠ってますね。お迎えの車の中ではですね、怖かったのかすごい騒いでですね、キャンキャン泣きながら段ボールの中でガサガサしてましたね。連れて帰るのが大変でした。落ち着きがなかったですね。懐かしいです。秋の涼しい日にうっとりですね。季節も良くてお昼下がり、大好きなお胸をカリカリされて、あ、ちょっと目に目やにがついてますね。女の子だから顔は綺麗にね、綺麗綺麗にしないといけないですね。目が大きいのでよく目やにがたまりますね。ほこりが入っちゃいますね。はい、次の動画はですね、この子が爆睡してる時にですね、寝言を言うんですね。その映像がこちらになります。どうぞ。すごいでしょ寝言、こんなこともあるんですよ。
マナティは気持ちよかったですか？マミちゃん気持ちよかったですか？気持ちよかった？よかったね。はい、ママと握手。握手しましょう。でもマミちゃんはひっくり返ってお胸をカリカリしてほしい。お願いお願いしてして、お願い。ママはじらし攻撃、握手握手、肉球プニプニ。はい、どうでしたでしょうか。はい、次女の黒豆ちゃんでした。親バカですが結構小さくてですね、可愛らしいんですよ。はい、それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画が良ければ高評価、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。